ヘイヘイヘイミュージックチャンプ。ヘイヘイヘイミュージックチャンプ。ヘイヘイヘイミュージックチャンプは、フジテレビ系列で1994年10月17日から2012年12月17日まで放送されていた音楽バラエティ番組、ダウンタウンが司会を務めた。レギュラー時代の放送時間は毎週月曜日20時20時54分、JST。 2013年からは特別番組として不定期放送されている。通称は、へイ、へイ、へイ,イ、ステレオ放送、文字多重放送を実施していた。ダウンタウン、浜田雅都松本人志の司会による音楽番組であり、ダウンタウンとアーティストによる対決企画や出演アーティスト参加のクイズなども含めトークが主体となっている。 お笑いタレントがプライムタイムに放送される音楽番組のメイン司会を単独で務めるのは史上初の試みとなる。富士テレビとしては看板音楽番組夜のヒットスタジオ1968年から1990年以来のゴールデンタイムプライムタイムでの長寿音楽番組夜のヒットスタジオ終了後の約4年間数々の音楽番組が 試行錯誤の末に、短命終了していくが、お笑いタレントを司会に据え、トークの比重を音楽と同等の位置に置いた、本番組の成功によって、お笑いバラエティロを強めた、音楽番組というトレンドが生まれ、富士テレビ系列のみならず、他局も含め、長らく停滞傾向にあったテレビ音楽番組の活性化につながり、18年以上にわたり放送される、長寿番組となった。その他局は、 同時期に放送されていたテレビ朝日系列ミュージックステーションは低迷する視聴率は回復し TBS 系列も M ステヘイの成功から歌番をスタートさせこちらも好調を維持した番組から誕生したユニットイーチジャングルウィズ t のデビュー曲 w o w w a l l t o n i g h t にはおこせよムーブメントが1995年にミリオンセラーを記録した 番組構成は何度もリニューアルを重ねている。主に毎週4から6組のアーティストがゲスト出演し、スタジオで新曲を披露するほか、ダウンタウンとトークを展開。毎回1組のアーティストをチャンプとして登場。第1回のチャンプはハウンドドッグ、その他に3から5組のアーティストがゲストとして登場する。また、初期、 1994年10月から1997年3月においては、積極的に新人アーティストを取り上げる企画、誰やねん Who are you? を放送し、シャランキュー、エブリーリトルシング、ウルフルズ、篠原智恵など90年代を代表する豪華なメンバーが出演。放送中、新人アーティストが浜田雅俊に頭を叩かれるとヒットする。 売れるというジンクスもまた。チャンプ方式は1997年4月以降は休止していたが、1999年10月から11月までにチャンプ5番勝負と題して限定復活し、4組のアーティストが登場。長い休止期間を経て、2003年10月20日より本格復活した。また一時期音楽番組であるにもかかわらず1時間の 放送時間の内歌が1から2曲しか放送されない時期もあり、残りの時間はすべてトーク、またはメインゲストとのゲーム対決などに費やされていた時期があった。1995年4月から1998年4月まで本番組の補完として TKMUSIC CLAMP が深夜に放送されていた。司会は小室哲也、中井雅宏、香原智美が、 交代制で担当した。1997年頃から番組に出演したゲスト全員のサインを入れた豪華商品の視聴者プレゼントが登場。プレゼントを応募用に松本が毎回独特なキーワードを出すのも特徴であった。半年に一回程度生放送のスペシャルを行われていた。また、総集編や対決ので2時間スペシャルを放送することもあった。 富士テレビ20字枠の番組の中で唯一、フライングスタートを実施していなかった。ただし、1996年10月から1997年6月までは、直前の19時56分20字枠に、へぇ、へぇ、へぇ、カミングスーン、カミングスーンという予告番組が存在していた。なお、1996年から番組の放送と同じ月曜日に、 スマップスマップが編成されることとなったため、新曲をスマップスマップ内で披露するようになったスマップは、長らく出演がなかったが、2011年12月の生放送で16年ぶりに出演し、その後は2012年4月23日のスペシャル、同年12月17日の最終回、そして2013年7月1日の電撃復活 SP と2014年の ゴリゴリ絡みました SP で、いいとも。グンドフィナーレの裏話で盛り上がった。2012年春までは、平均12%前後の視聴率を記録していたが、4月16日に6.7%へと、急落して、以降一桁台を記録することが多くなり、6月11日には、史上最低記録の5.8%を記録する、関東地区、ビデオリサーチ社調べ。 そして9月18日、番組の時代的役割を果たし終えたとして2012年、限りで番組を終了する方向であることが報道された。2012年11月12日19時20時54分に、へーへーへー3周回まであと3回、ダウンタウンミュージシャン二度と見られない、初登場トーク解禁50戦、と題して、 最終回前の最後のスペシャルを放送。この回では、厳選した50組の各アーティストの番組初出演シーンを過去の VTR で一挙に振り返った。出演アーティストは、小室哲也、TR 回、マークパンサー、鈴木亜美といった、小室ファミリー、シャランキュー、モーニング娘。王子といったツンクファミリーなど。番組前半では、小室ファミリー、番組後半では、 スンクファミリーでトークが展開された。パフォーマンスは TRF が EZ ドゥランス、シャラン Q がシングルベッドが披露された。なお、ダウンタウンと小室哲也の共演は2001年以来となる約11年ぶりだった。2012年12月17日19時20時54分にこんなに笑えた音楽番組はなかったぜ。最後のへえ、へえ。 ヘイミュージックチャンプと題して、最終回を約2時間の特別番組で放送。番組の出演頻度が多かったアーティストが多数、出演。ダウンタウンとの思い出トークを展開後、代表曲を披露した。出演アーティストは、浜崎あゆみ、TR 会小室哲也、エブリーリトルシングなど、平均視聴率が14.3%で、 瞬間最高視聴率が18.3%と、優秀の美を飾り、約18年2ヶ月の歴史に幕を下ろし、レギュラー放送を終了した。あと番組は、ダウンタウンと同じ事務所の後輩である、今田浩二と、ジャニーズ事務所所属の山下智久が司会を務める、ジェネレーション天国なるバラエティ番組で、同局による、ゴールデンタイムプライムタイムのレギュラー音楽番組は、 本番組をもって一時期廃止されていたが、2015年4月から始まる水曜歌謡祭で復活した。しかし、視聴率の低迷により半年後の同年9月2日に終了した。終了時点では番組をスペシャル版で継続を視野に入れていなかったが、最終回で視聴率が良かったため、二千十三年七月一日十九時十一時十四分に、へい、へ へ、hey! 電撃復活2013総勢97名のアーティスト集結。ダウンタウンはやらなきゃ、誰がやる。SP と題して、約7ヶ月ぶりに特番として放映された。テレビ西日本、北海道文化放送は、福岡ソフトバンク VS 北海道日本ハムを、東京ドームかられゾレ別々の制作と内容で、生中継。そのため、同州の土曜、 日曜の午後にそれぞれ振り返り放送。2014年を番組の20周年イヤーとして1月13日19時20時54分に、へい、へい、へい、2014超豪華アーティストにゴリゴリ絡みました。SP と題して、約2時間の特別番組を放送。嵐の歌唱のシーンのみ生放送で放送された。2014年4月7日19時20時54分に、へい、 へい、へい、2014超豪華アーティストにゴリゴリ絡みました SP 春と題して約2時間の特別番組を放送。なお、放送日の前週に放送された笑っていいとも、グランドフィナーレ感謝の超特大号の裏側トークを同番組に共に出演していたダウンタウンとスマップが展開した。2014年6月9日19時20時54分に、へい、 へえ、へえ、特別編さよなら、大島優子ラストステージ生中継 ASP と題して、約2時間の特別番組を放送。通常の番組構成と異なり、番組前半は AKB48 が出演する。通常のスタジオパートが放送されて、番組後半は、グループの卒業を控えていた、大島優子のラストステージを、劇場からの生中継として、放送さた。また、 大島のラストステージのパートでは、ダウンタウンは一切出演しなかった。2014年12月29日20時22時48分に、へえ、へえ、へえ、ミュージックチャンプ20周年大感謝祭と題して、番組の生誕20周年を記念とした約3時間の特別番組を放送。出演アーティストも、小室哲也、牧原のりスマップ、嵐、TR 界、 AKB48 など番組に縁のあるアーティストが多数出演。また番組後半では20周年大感謝祭スーパーヒットメドレーと題して番組に縁のある出演アーティストがヒット曲をメドレーで披露するスペシャル企画が行われた。さらにこのメドレーの取り番組終盤では番組から誕生したユニットハジャングル・ウィズ・ティーが約18年ぶりに復活。 人よ限りの再結成して、自身の最大ヒット曲、ワウ・ウォー・トゥ・ナイト時に・ジニは、おこせよ・ムーブメントを披露した。2015年4月6日21時22時54分に、ヘーヘーヘーミュージック・チャンプ2015春の、大ぶっちゃけ、トーク・エスピーと題して、約2時間の特別番組を放送。なお、番組初のレギュラー枠だった月曜20時代を、外れて放送された。 番組本編復活特番としては、これが最後になっており2015年以降は放送されていないが、後日のスピンオフ番組が2015年に企画された。2015年9月25日にスピンオフ企画番組として、ヘイ・ヘイ・ネボが初の23時台、23時23時58分に放送された。番組内容は、従来の人気、 ベテランアーティストが出演する、へーへーへーは、対照的に、へーへーねぼ、では、まだ無名だがこれから売れるのに期待がある若手、新人アーティストが出演して、ダウンタウンとのトークやライブが繰り広げられる。松本人志は、別冊かどうかは奥田民夫の中で、中には、受けようと思って行き込む奴らもいるんですよ。君は歌手やから受けようと思わへんでくれと言いたいですよと、 2017年は、へイ・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 へい、ネボが共に放送されなかったが、2018年には、へイ・へイ・ネボが約2年ぶりに放送された。へイ・へイ・ネボへイ・へイ・ネボは、フジテレビ系列で、へイ・へイ・へイ・ミュージックチャンプのスピンオフ番組として2015年から不定期、放送されている。 音楽バラエティ番組。従来の人気、ベテランアーティストが出演する、へーへーへーとは、対照的に、本番組では、まだ無名だがこれから売れるのに期待がある若手、新人アーティストや、大型音楽フェスやライブなどで若いファンの圧倒的な、支持を受けている今注目の人気アーティストが出演して、ダウンタウンとのトークやライブが繰り広げられる。視聴率、は、 ビデオリサーチ、関東地区調べ。第一回目の視聴率は11.5%、平均視聴率は15%から25%、歴代高視聴率は下記の通り。番組の前世紀は90年代後半から00年代前半にかけてで、同時間帯でトップに立つこともしばしばあった。ダウンタウンの出身地である関西地区では関東地区よりも、 視聴率が高い傾向にあった。BS での HD 放送開始以来、SD、地上アナログ放送では表示される字幕スーパーが一切表示されなかった。ただし、VTR 映像では SD 映像のままのためスーパーが表示され、稀にスーパーと共になる効果音がハイビジョンでは音だけが鳴ることもあった。HD 放送で スーパー表示が行われるようになったのは2007年10月8日から。同様の事例は、ヘキサゴン E など。本放送では、字幕放送が行われているが、時差放送が行われている、地上波局では行われていない場合がある。浜田の声は黄色、松本の声は緑色で表示されるが、会によっては、進行を務めるフジテレビアナウンサーの声が水色で、 表示されることもある。1997年7月26日、7月27日に生放送された、疾風怒涛 FNS の日スーパースペシャルくさい真夏の27時間ぶっとしカーニバル、リボーンではダウンタウンが総合司会を務めて、当番組をベースとして、番組の随所で様々なコーナーが行われた。また、他の年の、 FNS の日でも1コーナーとして当番組が生放送されており2009年の FNS の日26時間テレビ2009超笑顔パレード爆笑お台場合宿の日曜昼に生放送された総合司会の島田信介とヘキサゴンファミリーが出演さらに1コーナーではないが2008年の FNS27 時間テレビみんな笑顔の表金務劣等 では総合司会のアカシアさんまが富士テレビ本社から湾岸ンンスタジオへ移動する際に通常放送の当番組の収録現場に乱入するハプニングが生放送された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。